3番です。AD 平行 BC、上底と下底ですね。これが平行の台形 ABCD があります。辺 BC 上に点 E を取りました。CD 上に F を取りました。BD と EF が平行です。また、線分 BF と ED の交点を G としました。BG 対 GF が5対2。BG 対 GF が5対2。これですね。となるとき、ABE の面積と GEF の面積の比を最も簡単な整数の比で答えてください。ヒントが、まあいくつもあるんだけど、一番わかりやすいヒントっていうのは、BG 対 GF が5対2ってなってるんですよ。この赤いところ。こうなったときに、どこから、攻略していくかっていうと、この書いてある5対2のこの辺を一辺として使っている三角形を見つけるってことなんです。まず BG っていう辺を一辺として使用している三角形、どんな三角形があるかっていうと BGE、 それから BGD、 この2つしかないんです。今度 GF を一辺としている三角形、 GEF と GDF、 この2つしかないんです。なので組み合わせとしては 2×2 の4通りの組み合わせしかないんです。この4通りの組み合わせでお互いが相似な三角形の組み合わせになっている、高さの等しい三角形の組み合わせになっているものを探してください。そうすればその高さの等しい組み合わせであれば、底辺比が5対2であれば面積比も5対2になるし、相似な組み合わせであれば底辺、線分、対応する線分の比が5対2であれば面積比は25対4になりますよってことで、 2×2 の4通りあるんですけど、4通り全部関係があるんです。この一番基本的なパターン、こういう風に見ないと難しいんですけど、一番基本的なパターンは台形がありました。で、対角線2本引きます。こうするとこれとこれは相似な組み合わせなんです。これとこれ、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 隣り合ってる三角形の組み合わせが4組できるんだけど、この4組全部高さの等しい三角形の組み合わせなんです。例えばこれが1対3だとします。すると相似な組み合わせなので、ここが対応した辺のが1対3、じゃあここを頂点とすると高さの等しい組み合わせの面積比が1対3、こっちを頂点とすると1対3なので面積比も1対3、ここが1対3なのでこっち頂点とすると1対3、これも1対3で、これは相似な組み合わせなので1対9になりますね。なのでこの面積比は1対3、1対3、3対9、3対9、1対9、これが一番基本、最初に教わる平面図形と比の問題、面積比の問題で一番最初に教わるパターン。それがちょっと難しくなると全体がこうなって、さらになんか本数が増えてきて、これ対これ対これ求めろみたいな、だんだんこうはみ出したりとかして難しくなりますね。これが基本、その基本形がこの中にありました。ただしこれをぐるっと回転させてみないと気がつかないような、ちょっとだけ意地悪をしてあります。ただし意地悪してるって言っても、わざわざ本文の中にこれとこれ平行ですよって言ってくれてるんで、台形の中にもう一組台形があるってことはわかるんです。これでこれとこれが相似、高さの等しい組み合わせ、これとこれ面積同じですよ、これとこれも高さの等しい組み合わせで、対応する辺の長さの比が2対5って言ってるので、相似比が2対5です。じゃあ面積比は方が4対25、これが2対5なので2倍、2倍分して4対10ですね。これも4対10、そうすると2対5、2対5、これも2対5、2対5になります。である程度必要な情報が揃いました。で、聞いてるのはABE の面積と GEF。GEF はこれで丸4つ分だってことが分かったんです。でも、ABE って分かんないじゃん。この中に出てこない、関係ないじゃん。せっかくこれ求めたのに。と思うでしょうが、ABE はこの中に出てくる三角形と面積が等しい。なぜかっていうと、底辺を BA とした三角形。この DBE と ABE っていうのは、底辺 BE と平行な線上に頂点があるので、頂点の位置を移動させても面積変わらないんです。底辺かける高さが変わらなければ。なので三角形 DBE の面積と三角形 ABE の面積は同じです。なので ABE の面積を求めなさいって言われたら DBE を求めればいい。 DBE っていうのはこの 25+10 と等しくなるので、求めたい答えは 25+10(4)、答えは 35:4 になりました。四角3番でした。四角4番、関数とグラフの問題です。Y 軸上に点 A があり、0,5 って書いてあるので、こういうの、こういう問題ね、必ず5って書いておいてくださいね。書き加えてから進んでくださいね。0,5だけでもいいし、5だけでもいいし。
で関数 y イコール x 分の a のグラフ、反比例のグラフですね。で y 座標が5より大きいところにで動く、この a よりも b は y 座標の上の位置にありますということです。で y 座標が2である点 c、 y 座標が2、こういうのも書いておく。ここが2です。直線 AB と X 軸との交点を D とします。これまた点 C から X 軸上に垂線を引いた時の交点を E とします。はい。で、まあ例年括弧1、2と2問あるんですが、括弧1は例年とっても簡単なので、もの設定確認です。スモール A が8の時、点 C の X 座標を求めてください。スモール A っていうのはこの反比例の比例定数のこと。 XY の積が常に8である時、C はY 座標が2って分かっているので、2イコール A X、 ここの A が8ですよって言われたら、じゃあ X は4ですねと。これがカッコ1番の答え。でカッコ2番、 DA イコール AB、 ここの直線のグラフ、これとこれが同じです。で DE が9の時、この時 A の値を求めてください。 A は8では、カッコ2番では A は8ではないです。比例定、反比例の比例定数を求めてください。これでちょっとヒントが少ないな、どうしたらいいかなってなるんですが、一番のヒントは、これがイコールってどういうことですかってことなの。座標平面上では、グラフを、相似な三角形として見ると、座標を求めやすくなることがよくあります。例えば、この問題では、これとこれなんでイコールかっていうと、こうすると、これ、山形三角形の相似が、1対2の山形の相似が、こう、ここが頂点でこっちが底辺ですね。すると、これが、同じですよ。もしくは、これを砂時計型の相似にすると、これとこれが同じですよ。これとこれ同じ。これとこれも同じですよってなると1対1なので。なので A の Y 座標が5って分かっているので、B の Y 座標が10だってことが分かるんです。これがまず第一歩。これがその DA、AB というヒントから求められる情報、新たな情報は B の Y 座標が10であるということ。これが分かりました。すると、C の Y 座標が2、B の Y 座標が10ってことは、5倍になってますね。ということは、今度横の長さは、これを1とすると、これが5になってれば、積は等しくなりますよね。四角 1×10、四角10個分。四角 5×2 で四角10個分。で、この横の長さは、この砂時計、または山形掃除と考えると、これ四角1個分であれば、ここも四角1個分と同じになりますので。じゃあ、もう一つのヒント、DE イコール9センチっていうのは、この四角6個分。まあ、四角6、まあ、6X と言った方がいいのかな。まあ、どっちでもいいです。なので、この9っていうのが 6X なので、四角1個分が2分の3センチを表していることが分かりました。これのこと。で、聞いてるのは A の値なので、じゃあこの B に代入すると、縦が10で横が2分の3なので、10×2分の3は15。なので比例定数が15と分かりました。すると、四角1が2分の3であれば、四角5は2分の 3×5 なので2分の15。これのことですね。2分の 15×2 がやっぱり15になってます。っていう流れですね。一番大事なのはやっぱりこのヒントをどうやって活かすか。この中に相似な図形を無理やり作って、これとこれが同じだからこれが10だよって出せる。この10が出れば、その後は楽だと思います。まあでも例年この関数の問題は、括弧2番がちょっと難しめになってるのでね。これを頑張って正解しましょう。